はい皆さんこんばんは今週も始まりました「TONIGHT5」木曜日ですこの番組は毎日23時から24時の1時間吉本沖縄の芸人が日替わりで登場して皆さんと一緒におしゃべりしていく番組です今日は木曜日私たちハイビスカスパーティーの会なんですが今日も江藤さんをガジュラの江藤さんをゲストに迎えてお送りしたいと思いますよろししくお願いいますはよろしくお願いします <laughs> ごめんねなんかあのちょっと話する隙をなくしてしまってあまあね本当に、うん、先週なんかアダージョのそうそうそう新里高木と えとトネガーホップキンスのまたよしひろとまたよしは面白いんだけどねたかきは何も面白くないでしょ <laughs> いやでもね来てくれたからありがたいよ二来てくれたら正解って原因にないからね, <laughs> ねそうだね確かにまあそうだけど仕事ができるかできないかで言ったらまあ、正直たかきの引き出しは大してないからね <laughs> うんまあでもありがたいよ <laughs> でも今日もねあのギャラリーというかうん来てくれてる方が、ね、ありがとね あの、高木はね、お父さんがシェフなのよ。シェフシェフ?。あ、そっか。そう、あの、たまにお弁当、お父さんが作ってくれてるの見てんだけど。シェフとは思えないぐらい、きったね、弁当だけど。なんか、あれなんですよ、なんか病院食。病院食じゃなかったっけ?。言い方悪いよ、あの、なんか盛り付けとか、シェフかみたいな。 一応、味はいいと思うよ。味はね、正直な話ね、食ってねえけど。あの、やっぱり人が作ったもんで、意外と抵抗あるもんだから。そうだね。なんか、あの、弁当食べますみたいな言われて、俺絶対食わないタイプだから。しかも、そんな汚い盛り付け。のや、なんか、本当に。いや、でも、あの、本当にホテルとかのレストランのシェフとかってわけじゃない。はずよくわかんないんだよね。なんか、病院食じゃなかったかな。だから、その盛り付けに命をかけてるわけではないんだ。とまあ、ね、栄養のバランスに考えてる。まあ、たこきいい体してるもんね。あ、そうだね。たこきは。 ななんて言うんてううだろうな身長が高くて、はい、そう皮下脂肪がないもんね、うん、意外とね全部硬い。い<う>おなかも割れてるし、まあにね、頭も硬いですしね頭も硬いて真面目な、ね、<ー>人だから、ね、そうそうそうそで先週あの今日は。 又吉さんと、うん、高木が来てくれますって告知したら、うんうん、よかった、ちょうど体調悪かったんだよね江藤さんじゃなくてよかった寝るっていうツイートっていうかなんか<ー>返事が多くて<ー>なんか申し訳ないなと思ってそそうそう,そう江藤さんをみんな欲してたみたいですよ。あごめんね、<laughs> 本当にねあの毎回言うけど別にレギュラーじゃないから。そそそううういやでも,もう もうレギュラーでしょそ<う> <laughs> ゲストっていう枠で一旦考えてもらっていいかなと思ってるんだけど、うん、もうでももう千秋だよ伊<や>藤さんはもうほぼ,ほ,、ね、ほぼ千秋だけどほぼ千秋 <laughs> っていうか若干もう千秋超えてるからね千秋超えてんじゃねえよ俺。<laughs> もと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 俺千秋より先輩だからそう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 全然。もう超えてるとかじゃないからね逆に言ったら千秋が俺超えないといけない側だからね本当はね本当はそうなんだけどなかなか超えられずにいるっていうねでもさっき車の中であのねエッチな話してたけどシンチマしてたかなゆかがね何本入るってさ五本つって違う違う違う 言葉のあやじゃないけどフィストファッカーでしかないからよね5本入れたことないからねそして指がこうなってたからもう5本って言っただけそうそうそうそしたら江藤さんはじゃあ俺は顔を入れる顔ごと頭をこうグッて入れるもう怖いから妖怪だからもうやめて本当に怖いいあのね外で聞いてる子たちね南城市から来たってよああねえ ね、<う>あの家が近いところで働いてるもんね何城市から来たって <laughs> 暇だな <laughs> <laughs> マジでい遠いところからいや本当にねヨガの家の近くのお店で働いてる子なんですよねユガ、えーまあ、一回見かけたよ そうあの子よく見かけるんだけどそう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 普通に話しかけた意外とタメ口でちゃんと喋ってくれるタメ口でちゃんと喋ってくれるんねそうそうそう全然まあでも喋りやすい喋りやすいねてくれてありがとうねただ一緒に来てる子が全く俺に興味がないっていうあそうなの そうなの今日皆さん、どこ行ったのってなって、遠いところに、遠いとにいる、あ本当だ。まあでも、何城市から来てくれて、そうそう、ありがたい音ですよね、このね、ツナイトねこんなね、夜中から、そうね、ツナイト5ね、ガジュラ呼ばれたことないけどね、本当にね、ナイト5、ツナイト 5? ガジュラ一回、一回呼ばれたのの正直、ガジュラ、断ったことがあるあ嘘え、そう。なんか、争ってくださいって言われたっけ。 あのオーシャンと、うん、オーシャンあ違うな誰かす何組かで1期生2期生3期生でうん、うん、で,、はい、でレギュラーを勝ち取っていきましょうみたいなのを持ってこられた時にはい,、はい、いや後輩と競ってもっていう話だったらねあのー、ラジオやりたいっていう。 後輩にやらせてあげたいなっていうのでじゃあガジラ身引きますよって言ってああそういう経緯でそうそうそう一応そこら辺大人だからねまあね一応っていうかもうだいぶ大人だけどね年齢的にもでもんか水曜日だっけガジラ入ってたよねそうそう最初入ってたわけ入ってたよね最初入ってたわけ水曜日じゃなかったかなあのあ 意外と営業とかもそうだけど事務所のフィルターを通すとガジラの名前消えることがよくあるあれみたいな最初あれだよねっていうのが多いよねすげえいい空気清浄機かなんかみたいな感じでフィルターで止まるんだよね吉本っていうフィルターでカッ止まるわけよね一応最初名前は出るんだよねでこの曜日とか営業があてがわれるけど蓋開けてみたらあれ いたあのね別にクレームとかでも何でもないし、吉本さんにお世話になってるから何とも思わないんですけど、一旦昔のマネージャーとかだったら僕の知り合いが僕名指しで営業持ってきて一旦他の芸人を勧めるって悪い気持なんで勧めるの？こういう人もいますよって。いやいやいや。なんでなんでなんかわからないけどあのうんそうそう他にもこういういい芸人いますよって言った。 プロフィールを見せるって悪い傾向があった、ね。あれそ,うそ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 う。それを作られたんだ。こういうことされたよって。ええー、なに、お前嫌われてんの?。<laughs> ってう,うんう。うん、てき。そうそう、まあまあ、多少ね。まあ、そんな。好かれてはいないからね。<laughs> まあね正直な話、ね。それは言えるね。そう,そうそう。な、うん何なんだろうね。僕が嫌われる要因って、何なんだろうね。まあ、でも、嫌われてもいいんでしょ だって俺人に好かれて生きていきたいと思ってないからねそうそうだからね自然体でねこうやって生きていけるんでそうそうそうだって好かれたからその人が別にお金くれるわけじゃないでしょそうねいやでもお金あげる人もいるかもしんないよ中にいやいやいやまあくれる人は嫌いでもくれるから大丈夫え何それ怖い怖い何の話してんの怖い余ってる人ほど人に使わないからね持ってない人ほど人にあげるんだよえ この世の中っておかしなもんで持ってる人ほど金使わいう入り方が怖いもん,もん本当におかしなもんだよ本当にね。うん、金持ってるやつなんてちゃんちゃらおかしい話だからね。お金の話はもう怖いうね。お金はいっぱいですよ。はい、この間にもそうそうたくさんの本当にたくさんあれまだ下にある。 あーツイキャスが来てくれていますコメントがね,ねすで既にあのメールも届いてるようで本当にサそうねあと後で読んでみましょう,う、ね、じゃあツイキャスからいきますかはいはいはいしげるさんが初見ですっていう嘘をね,ねついてます、はい、名前変えてくればいいのに一回、ねね、さこっちがさ <laughs>、うん、あのー、しげるさんとかもそうだけどねあのー、みんな かまってててあげすぎ一回俺「うりずん桜」の代わりに「あのハピナハラジオ」「ガジラ」で出た時にしげるが来て「あれツイキャス読め」って言われて「絶対読まん!」と思そうなんかねなんし来たんやと思ってこうたーが「ゆかさん FM 着のファに出てるよ」って AKB ファンさんとこのしげるさんに 通知しててくれるっていう,そう,そう、ね、多分その時も「江藤さん出てるよ」って言ったんだと思うそう、ね、なんか知んないけどね <laughs>、うん、本当に <laughs> <laughs> 本当にサイバーテローだからこの人たちやってることしげるさんまたね、あのー、後輩にヨモギの旬っているんだけど、うん、さっきユカが写ってる写真をあげてて、うん、全然フォローとかもしてないのに突然この旬に絡み出してしげるがそうあユカのかわいい<え>愛い写真見つけたのに何もやだー 出してくるの超怖い違うなんかあのガジラでさヤフー検索の画像であったらでやっぱ見ると俺の赤ちゃんの頃の写真とか出てくるんだけど怖い怖いなんでなぜかユカが写ってたわけなんで怖いでしょじゃこれユカのツイッターのアイコンこれがなぜかガジラで出てきたガジラでガジラで検索したユカの出てきたガジラエトウでガジラエトウでユカ出てきたなんでなんでツイッターのアイコンはなんか知んねぇけど 一個,個にされてんだよ。本当に。ヤフーがあ、うん、あの二人やったなっていうの分かってるから。ヤフー側が。そうそうヤフー側。<laughs> いや本当ににねヤフー側そう思われてんのそうそう大企業に思われたらもう何も言えないよねしょうがないよね本当とにんでかしらへとで中かざというか一個もかかってんけどなんかあの何だったかなライカムの人がライカムのあ475統地市場っていう吉本がやってるお店があるんだけどそこの MC をしに行った時になんか何だったかな「さきはマックスゆか」っていうこの文字があって。 で一個に繋がってたから全部ひらがなでんなんか一つの文字みたいですねって話したら、うん、酒山が「夜は一つですけどね」って。 っていうこのなんていうの冗談を言ってこのライカムの人が笑ってはえ父さんと同じこと言ってるってねえ父さんがよかっに言うことと同じこと言ってるっていう子がいてああえ聞いてんのかなって思ったああヨナミネさんの方の話ですかねヨナミネさんかなわかんないけどああそうそうって言っててま基本ねあのシネタ変換能力の高さは絶対先浜より上だ上だねそれは本当に上 あ、いつ毎年年年あの毛と一緒に脳みそ抜けてると思う。<laughs> <laughs> <laughs> 脳みそも抜けてんのあいつ <laughs> あいつめちゃくちゃ最近なんかわけわかんないじゃん。まず、うん、あのさ何でもいいんだけど。はい なんだろ体鍛えれる前にお前はまずネタかけって思わないそうだねお前ごときがが何もいい体鍛えてくれてんやと思って体鍛えてんのムキムキなでもちょっとしたあのプロレスラーみたいなだになって今あれ太ってるだけじゃないんだいやいやもう筋肉なんだたまにパッて見て俺とかほら広いタイプだからああいう 体形見たらヤスとかもそうなんだけどこいつら何されても絶対痛くねえだろって思うわけこの肉でね肉でで一応攻撃するんだけどやっぱり痛いらしいまあそりゃそうでしょだって肌に神経通ってるそうでしょ痛いらしいじゃないですか先入観ですよねやっぱあいつら絶対痛くないと思うじゃないですか痛いでしょ見た感じでとりあえず とりあえず殴らせてもらうんですけど、やっぱり痛いらしいです。<laughs> いや痛いよ。ヘヘヘじゃない。ヘヘじゃない。<然>わかってるでしょ。いや絶対痛くないと思うわけ。人間なんですから痛いよ。肌に神経通ってるからね。 痛くないでしょ。あいつがもうあいつが痛いのなんて本当にケガ抜けることだけです。心がね。心が痛いの。もうあのあの痛物理的なじゃなくて精神的な。痛みがね。そうそうそう。えっとはいコーナーがこんばんは。おやこんばんは。デオナさんこんばんは。はいこんばんは。でアヤさんハイタイって言ってて。はいありがとうね。さすがだねやっぱ女の子はハイタイじゃないんだね。そうそう。はいタイなんだね。アヤさんこんばんは。こんばんは。 もうゆかで名前使うんだったらここはハイタイにしろやっていうそうまあでも本土の方だから男の人はハイサイなんですけど女の人はハイタイなんですよそうなんですよゆかさんと江藤さんの距離ってことでそうねちょっと始まる前にね ちょっとお尻を持ち上げられるっていう行為をされたのでちょっと今離れて見てるんですけどでもさっきはずっと下テーブルの下で足ツンツンし合ってまししてないしてないしてない全然してないもう足曲がってるもんだって全然やってますうんしてないしてない全然してないえっとあーさんバッチお茶のバッチ初めて見た何だろういつも思うけど分かんないよねそうそうそうコインしかシステムが分かんないそうそうコインしか分かってないえっと ザトシンさんは隠れ毒舌キャラっていうことでまあねあの毒舌キャラなんじゃないよ何ただ人の悪口言ってないと間が持たないだけだよそれしか出ない高木はそうそうそう悪口なんて簡単に言えるんだから人はまあねそうそうだって人ディスるのが一番楽だからねいいとこを見つけてそのいいとこを悪いことに変換するのが芸人だからね まあねそうだねそこを笑いに持っていくっていうねただ悪いとこ言うのなんて簡単だからね本当にね悪いとこなんてすぐ目につくそうそうそそうう。当たり前さそんなえっとま、げるさんがついに本名になりましたってことあの今日は嘘ばっかりついてますねこれは松崎しげるさんです私じゃないですま、松崎しげるも本名じゃないじゃないけどね確かにそれがもう本名だと思っちゃう AKB ファンさん、総選挙1位のゆか、江藤さん、こんばんは。<ー>違いますよ、えー。ありがとうございます。えっと、AKB ファンさん、ゆか、今日もかわいいぞなこの間がちょっとも気になるんだけど、まあ、スペース2回押してるんね, <laughs> ね。えっ、ー、と、しげるが、沖縄・吉本総選挙第1位、ハイビスカスパーティーが2位、ガチラ・エトーねあー、でも、昂太の中で俺、12位だからね。あそうなの <laughs> あそうそう、昂 <laughs> ー,ーがね、あの吉本・沖縄の中だけで総選挙やっててね、うか、何位だったんだろう。 12位って結構高くない ?12 位だね俺はね何を基準にやってんだろうなでもよくわかんない昂太の中ではあるんだと思うあるんだろうねあ<ー>あの話してたりいろんなの見てたりして潜在写真撮りましたそうそうなんです朝8時半入りですよそう<朝>8時半までに事務所に行きとかないとあと37歳のおっさん捕まえてさ朝8時半にさ写真撮りますよっつって、うん、どんだけ顔パンパンかっちゅう話 <laughs> そうね 結構でもクオリティ良かったよ今の方が疲れてるんだもんそりゃ疲れてるだろまあねバイト先からバチってきた時にえっとこうたコインくれてしげるさんもコインをくれてかっちゃんかっちゃん AKB ファンさんうまかっちゃんかっちゃん AKB ファンさんが床見てるぞ後からやってどこからそううねも本当に な,んなんコインを入れることに何のメリットがあるのか全然わか,かんないね <laughs> えっとしげるさん私今風呂だから頭洗うねあら <laughs> あのさっきの頭を入れるっていうやつねああ<ー>そうえー、っとなぎさんこんばんはあこんばんはゆかちゃん前髪切ったそう前髪切りました今日そのコーダーがさっき言ってた宣材写真を撮るってだったんでん本当は髪も染めたくてこっちらへんも切りたかったんだけど前髪だけ切りました音割れてるってよえ,え じゃあちっちゃい声喋ったほうがいい音割れてるの音割れてるみたい割れてるあこっちは大丈夫あこっちは大丈夫うんあ大丈夫ってだツイキャスが割れてるのかもねへーえっと渚さんすぐ気づいてくれるな嬉しいなっていうかね初見で痛いのこの人たちはまあカッチャン AKB ハンさんが初見ですいや初見ですってもう本当にもう初見じゃないの分かってるからねそうそうそう えっとユカ髪切るなよ遠くて見えへんしって言ってるようんまあ本土から見てるんだよね多分あれシゲルさんユいいカップになったら髪切りますはあもう髪切れんさじゃん全然いいカップ、ユカ今からいいカップにするの俺できるって言ってんじゃんできあ言ってたねさっきねユカいいカップにすること俺できるってその技を持ってるから私今 B なんですけどそう。すぐ E にできるよできるよってただ本当に ね、あの副作用でつわりっていうのがううの <laughs> だからもうそれお腹にいるじゃん <laughs> そうそうそう新しい生命がねそう生命が命が宿っちゃってるからだからあの生きていかせるためにここにも蓄えないといけない<ー>でもいいね<ー>いいカップはいいぐらいだね潜在写真楽しみってことでまあ<ー>あのまあ少ないよね潜在写真撮った人も全員が全員じゃなくてガジラは勝手に事務所から強要されてるからねそれは。 衣装が変わったから今日宣材写真撮った人っていうのが衣装が変わってたり例えばコンビ衣装が変わったも何ももともと俺ら宣材写真って衣装じゃないからね、うん、まあねあれ衣装じゃないよねそうそうスーツ着させられてただけだから綺麗な格好だったっていうだけそうそうそうで、まあ衣装が変わってたり、うんうそうそ、ね、うそうそ、ん、たそう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 そ全員ではう、ね、そうそうそそうね。そう えっとるさん違うマジ風呂ねあ普通にお風呂入ってくるってことよく風呂入りだから携帯合成なんだねあと写真コロコロ変えるのやめて違う人かなって思っちゃうから渚さんが可愛いってことでえやいありがとうございますね本当にねちあきヤほホリンヤッホリンちあきのいつもヤッホリンかな江藤さんだってことでちあきがねあのこの間ライカムで私司会だったんですけどたまたま来てくれてて。 チキさんってどの子どの子よくお化け屋敷に来てくれてる子だねじゃあまあでも江藤さんだってびっくりマークしてるけど、うん、写真が異例だからね <laughs> <laughs> 旬のことが大好きな千秋だから千秋<ー>すごいんだよ言っていいのかなこの電波で「うん、あ,のちあきで、うん、3文字で漢字なんだけど、うん、2> あ2文字とかじゃなくて「千<う>に愛に幸せ」うんうん でちああなんだって。<ー>なんかとっても綺麗な名前じゃない？いやその線の愛を幸せ感じているのが異例だったらもう絶対見ない。<laughs> <laughs> いやいいでしょ誰に幸せを感じてもたく幸せになれんよいやなれるなれる大丈夫千秋名がなれる男見る目ないからねいい子よ旬もね <laughs> <laughs> えっとましげるさんが毎日えとうが注入ってことでうんまあそうですねうんしない a k b ファンさんラブラブえいうか B カップでも A は。何どういうこと もうちょっとこのね、うん、文章ちょっとね AKB ファンさんちょっと考え直してほしいけど、ね、A っていうのが多すぎて、うん、B カップの B がちょっと生きてないから <laughs> 本当だ A が多い A か B カップでも A はだったら A が2回出てきちゃっても足して B になってるからど,どっちの A になってる 結局 B なんだけど、えー、渚さん、ガジラさんの新しい衣装、素敵ですってことで、ありがとうございます、ねあの、チェックのね、黒いシャツに、寺崎さんが全然思い出せないんだけど、そうそうどんな服着てた、今日まああの舞台衣装の下には、あの渚さんがね、くれる予定のブラジャーつけててますんで、ねうんあい。怖い <laughs> <laughs> はい、めっちゃ怖い。はい、え、なぎささんあげるんですか？予定があるんですか？<laughs> はいはい、えっと、しげるさん、ジップロックに入れてますってことで。ジップロック。何を？何を？ああ、携帯入れてんだジップロックに。ああ、携帯。えそこまでしてやる？いいよ。マジで。お風呂入ってからでいいよ。マジで。えっと、うん、ゆか A カップですよ。違う違う違う、B カップ。そこは言わせて、B だから。しげるが A カップなん。

あーあー、そうだね。すげえな、外で普通に会話できんの <laughs>、ね。聞こえる、すごいすごい。ね、いい。ちょっと大きい声出してくれてる。てあの子、道端で、あわかんないって叫んでるだけの子。<laughs> <laughs> やばい、やばい人いると、俺通行人だったら、こいつやべえなって思う <laughs> 裏履いてるって言われて履いてるけどって。わかんないみたいな。一人で大きい声出したいこと言うの。すげえやばい声。ごめんね、変なこと言わせてね。えっと、ータゆかさんの新しい写真楽しみです。ゆかは潜在写真撮ってないから。今回水着だよ。いや、違う違う違う。ゆかの衣装、水着なわけないでしょ。えっと、上野さん、鹿児島からこんばんは。 お初の方にあんまり言いたくないですけどね鹿児島から「こんばんは」の人が上野さんだったちょっと若干ややこしくなってくるそうだね一旦東京に行ってる感じがするもんねするね上野の人そう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 っうそ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 んそう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 ようそうそうそういうそ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  ほら見てねほら AKB ファンさんじゃあ俺が大きくしてやろうかみたいないいよもう絡み方がなんとにん飲みに来てるおっさんと同じだからそうだねさっき江藤さんを連れに行った飲み屋のおじさんの絡み方と一緒だねえっとんかあの初めましての方が多くてヨガのカップ数にびっくりして初めてコメントするみたいな YOU さん深夜の星空さん D? いやあのビーです B の方はじめましてじゃないかな y o さんも私まな板ですあこっち名前板ですあっ名前違う違う違うやばいやつですよ前板ってこうい学んだからはいはいえっとえっとしげさんがバスト測定器えっとが触ればすぐわかるだろうってそうじゃわからない絶対わからないいやでも全然わかりますよ僕はもうちゃんと触ってる毎回触ってるんでうんじゃあ何 YOU かのカップスいったからわかるかえっとキャリーさん がおっちゃくれてるんですけどこの方も初めましてじゃなないかなキャーリーさんこれこれこれうんえなんかいいね嬉しいね、うん、なんか今日初めましてがいっぱいねパミパミはつかないんだねパミパミはつかないね、うん、キャーリーさん、うん、えーっと片方えとで片方しげるようですよあ AKB ファンさんにちょっと、うん、<laughs> ちょっと忠告をしげるがえなぎささん私のでよければ今度差し上げますがダメってなぎささん あの本気にするからいやマジマジでもらおうねダメダメいや全然でもなんか渚さんのブラジャーは黒とかが似合わない渚さんいやなんだろうねシースルーが似合うなあシースルーシースルーのブラはかなくてよくないあ。そうだって透けてるんでしょえっと水着よりも山ガールの方がいて古いな山ガールコーターゆか 山ガールか山ガール古いぜコータが山ガールの格好ねってちょっと前に流行った格好でしょそうね山ガールそれが似合うってことユウさん俺は A カップかなああ男性女性かなって思ってたこれ誰なの顔写真は逆にユウさんなんじゃないあ<ー>うわかんないけどうわ、えー、たくさん来た <laughs> ね、本当にねあ、はい、ありがとうございます。今ちょっと一通り読んだので。14人閲覧していただいてるんですね。はい、最大50人ってことで。えー、うん、ありがとうございますね、皆さんね。まあ正直そんな大した話しないですけどね。そうね、あのあ<ー>今日初めましての方も多いと思うんですけど。けどね、あのー、なんですかね、下ネタというか。 何何を会話したって記憶ないんですけどね。そそうそう何を会話したって記憶何ていうの車の中那覇からこっちに向かってる延長線で話してる感じ喋ってるだけですからねうん、うん、ちょっと椅子変えていい、まあ、<laughs> 変えていいよ変,えを、ね、変えてその間一人で喋っとくからはいお願いしますはい、あのーまあ、うちのゆうかがねどうしても「江藤さん来てください」って言ってくれるのはありがたいんですけどね、あのー、毎回僕終わってからご飯ごちそうにしてるんで来るたびマイナスなんですね僕ね。<laughs> こちらにね、えー、皆さん僕ら同期なんですけどねやっぱねゆうかおっぱいさらった大金をご飯で取るっていう悪女悪女ですからねそ悪そのつもりでやってますあっちょっと待って本当にねえ本当に写真は水木これ玉木ちゃん誰なの玉木ちゃん、えー、ゆうさん玉木ちゃん玉木ちゃんって誰なの玉木ちゃん玉木ちゃんって誰なの玉木ちちゃん玉木って書いてるね。うん 56分ゆかのカップの話しろっつってんのかなターマーターマー玉木ちゃん誰なのケツ触りタイムっつってあれかなアイドルの方かなじゃあ俺本当にさ俺相方に怒られてんだけどまめったに怒られるてちゃんと怒られることないんだけどまあ江藤さんが怒ってる側だからね俺もう半年以上テレビ見てんのよえ <え>半年以上テレビをつけた記憶がないの自分で、うん、流れてるだけだえ流れてもないよだって俺,<え> <laughs> 俺家帰ってテレビつけることないからあのパソコン開いてナルト見てるっていう記憶して最近牛音虎に変わった <laughs> あ変わってる <laughs> ナルトこれ前回もらったからかか前回買ってきたから、うん、もう漫画で読んだから、はい、最近牛音虎をね、うん、動画で見るようになってあれ面白い 俺前回持ってるわけよ実家に後ろと虎そうそうそう前回持ってるんだけどなんかアニメで見たらまた違うなと思って見るんだけどなんかあの最近冷静に考えたらテレビ見てないわけよで人からニュースを聞くっていうはいああいうことがあったよああやったよ今不倫流やってるぜみたいな今それも知らんかったの知らないええ今ガジュラエット自治ネタ書けなくなってるあやばっ 自治ネタでおなじみのそうそう全然かっないいな全然ニュースについていけてないやば見た方がいいよじゃあいやなんかねテレビをねなんか見なくなもともと見ない方だったからはいそうなんで見なくなったんだろういや倍見なくなったん,なんで前見てなかったじゃあ俺の 基本一人暮らししってたことがないわけよ誰かと一緒に住むっていう人が見てるのをただ横で見てるだけの人だから俺そうだから自分一人だったらつけないわけはいそうだねで今俺友達同級生とね地元の同級生と二人で住んでるけどそいつがいる時は家帰ったらついてるわけ絶対にでそのまま座って横で見ながら喋りながら酒飲んだりとかするけどうちの あのほとんど家にいないっていう人でそうだねいないねあの月の半分は東京にいるっていう人で俺ほぼ一人暮らしなのよ今はいはいそうだねだからテレビつける人がいないわけうん電気代かからなくていいねでもエアコン切ったことないからうちああそうそう一番お金かかるやつでもずっと何も見てなくてあ俺全然テレビ見てんなと思って携帯とかに入ってこないのニュースってであの たまに見るよヤフーとかで何があったのかなと思ってはいはい知らない人が多すぎて困るあこの人誰なんだろうそうそう昔も全然見なくて邦画ばっかり見てた時期があって邦画で新しい芸能人を知るっていうのが多くてへえそうそうそうだから今全然わからないタマタマって誰なのみたいなえっとねとにも来てる子らしいよえ沖縄の子なんだね いや、ちょっとね本当にねあのー、ごめんなさいけど全然わからないわけうんうんそうそうそうまあ同じような仕事をされてる方なんでしょうえっとあやさんトイレ行きたいって近くにない FM ござの中にあるようん。どうぞどうぞえー、一,緒い一,緒一緒行く一緒一緒行く え、いくって、え、とうさんでよければ。あ、全然、ふくよ。うん、で、ふく、ふくから、全然。あの、ふけなかったら、全然、読んで。いや、でも、本当に、テレビって見ないといけないと思うんだけどね。昔、めっちゃ怒られたじゃない、芸人はテレビ見ろって言われ。てそうだね、あの、把握しとけと。世の中の動きをね。全然、見てないからね。新聞も読まないでしょ新聞はね、まず、とってないからね。取らないと。全然、ダメだね。うん。でも、なんか。 見なかったら見ないで変な邪念なく新しいもの考えられるから全部スッて入ってくるそうそうそう自分の中で勝手に解釈してだから普通に今日も言ってたけど「ドラえもんの歌ってエロいな」ってそうそうそう映画が歩きながらね朝歌ってたわけ「ドラえもんの歌」を「こんなこといいな」って「あんなこといいな」「できたらいいな」って「あんなこと」っていうのの この部分を娘に変えたら全然エロくなるねっていうのがスッと言われてそうそうそうすごいいい歌になるよねあんなこといいなあんなこと、あんなこといいな、なできたらいいなあんな夢こんな夢いっぱいあるけど <laughs> そうそうみんなみんなみんな叶えてくれる多分その子が叶えてくれるねそうそうそう不思議なポッケで叶えてくる<こ> <laughs> で最終的にアンアンアンつってるわけでしょ。ただあそこ娘に変えるだけでいろんな想像を書き立てられるでしょ。うんあんな子の子を娘に変えるだけ。これ一回言われたからもう絶対もう次から <laughs> あの純粋にドラえもんを楽しめないでしょ。<laughs> だから本当に。

うん、やっぱ一時変えるだけでこんなにものって変わるんだなっていうのはねそうだねああ誰かマラ「マラマライモン」って何?マラて何「マラ,だマラ」「マラティンティン」だよあ,あそうなんだマラマライモンっつってるよっちょっと待って江藤さん他のこと全然包み隠さず言ってんのにあそこのことだけちょっとだけオブラートに包んで言うの よく風呂場で考えついたなって、あ、今目の前にあんだと思って。全裸 <laughs> だから。今裸の状態でしょ。でも、しげるが笑いの状態でしょ、今ね。しげさん、マラいモンの状態でしょ。今、笑いもの,の状態だから。<laughs> そうそうそう。あがね、本当に、あ意味深。ええ <laughs>、あね。そうそうそう 笑っっちゃてそそそうううだから俺さあのこのティムティムだと思うんだけどさあのキャラがいるでしょえ ?TINTIN であのアメコミかなんかのキャラがティムティムかなんかいるんだけどその T シャツ着てるやつもうよちんティンチンチンの T シャツ着てるそうだね全然知らないがそういるんだちょっと調べてみようティムティムっているわけなんか可愛らしいキャラがペッてやってるやつがいるえあ、あんネズミ ネズミじゃないよ。あ、じゃ違う男の子だと思う。男の子。タムタム、ティムティム。タムタムじゃない。ティムティム。タムタム？ティムってわかんない。どっちもわかんない。T.I.M.E. でもチンチンってしか読めない。いや、でもそこっちの問題じゃない。えっと、カッチャン、A.K.B. ファンさんがなんでいうか椅子変えたってことで、あのもとちょっと高くてあの椅子が下に降りなかったから途中で変えましょうって話してて、あのタイミングで変えました。 であーさんお風呂場で聞いたんですがラジオの内容あーさんもお風呂入ってるんだね。なんだ <laughs> んお風呂場で聞くラジオでもないでしょう <laughs> <そう> <laughs> あの全然あのゆっくりお風呂入ってそ,、ね、そのあのにまずはやってたら聞いてもらった方そうそうかもわないしほんとにねなんか聞いてもらっててありがたいのとねなんで聞いてるんだっていうので、ね、複雑な気持ちですよねこっちも。まあまあ、ありがとうございます。しげるさんか じゃあ俺もご飯代出すから揉むってじゃあご飯代出,す出してくれるから揉ませてるとかでまず揉ませてもいないから、うん、江藤さんが優しいからごちそうしてくれてるっていうだけなんですけどありがとうね毎回ねえ本当いつも美味しいご飯をいやいや本当にあの栄養をつけなさいって言われてご飯、ね、そうそうご飯お腹空すいたら呼ぶんだよって言ってくれてるんですそうそう、まあ、よくやむからねゆかんは、ね、<laughs> よくよくやむからね <laughs> あ人並みにな どうなんだろうね人って病むもんなんだねそうだよ江藤さんが病まないだけやまなすぎストレスたまった記憶ないもんな,、うん、なんたまってるのは何だっけ性欲だけそれはどうにもできない欲求不満だけたまるうんどうにもできないストレスなんて一回もたまったことないの <laughs> ゆうさん、「FM 組のワン」と小ざにも来てる子あさっきの玉木さんね,玉城さんねえっとこうたがでも江藤さんテレビ見ない割にはものすごく物知りだねってことでだからネット検索するからね意外とやっぱ気になったことって調べないとダメじゃないだから前,前も言ったかもしれないけど俺本当に、うん、あのね、うん、ネットでちょっとエッチなもの見てて、うん、気に入った人いたら、うん、俺 AV 女優っていうのの検索してあ行からずっと顔写真見ていくからへえ4時間ぐらいかかるさっきの人さっきの人どれだってれだっつってネットに流れてんのってタイトルとか出てないからうわこの人いいなって思った時にもう顔しか頼るもんないからそうだねだってものすごく膨大な数俺多分ね人生待ち 間違ってなかったら、はい、多分鑑識いたら相当すごい人だと思う。<laughs> すぐいろんなの見つけられる。すげえ。すげえ。すげえやるよ、俺。<laughs> 4時間ぐらい携帯見ながら。<laughs> 超集中力ある。すげえやるよ。で、見つけられる。見つけるとき、見つけたときの感動半端ないぜ。いた,いたーって。いたなるわけ。<laughs> 4時間経ってる、いたー,ーいたーって思うわけ。<laughs> その人の他の写真も見るわけ写真じゃない作品それを見たいから探すわけじゃあのさ AV 女優って超テンション上がってじゃあもうホントあのねあそこ若い子の前であんまり痛くないけど AV 女優ってあのよくあほらいすも座り直すの単体女優っていうのって何本でも作品があってどうとでも探せるんだけど有名な人ってこと有名な人とかはね どんな,んなのあのマスカッツに出てるような人たちなんて簡単な。ッちゃちょっと出てる人とかって、はい、基本単体ものを持ってない人が多くて<ー>でそういう人っていっぱいの作品に出てるんだけどそんなに単体で売れるような人じゃないから、はいあのー、素人もんとかで素人のふりして出てるわけよ。<laughs> へ<ー> <laughs> あのあれでしょのあの歩いててナンパされてそ,ままそうそうされましたみたいなんで出てるわけ。うんうん、それを探すのが好き。え <laughs> え怖い。相当難しい<や>。相当難しい。わかんない。いないないこれは本当に。 なんそれをやりたい気持ちも、何でも今理解本当にあの、鑑識で言ったら DNA 鑑定やってるから。難しいところを。ちょっと付着した皮膚片から、ちょっとした、ちょっとしたものから一人の人間を割り出すって大変な作業だから。大変な作業、本当に。すごい。もう、無理。です。全然理解ができない。すげえ名前変えてる人とかいるわけよ。何回も引退して。 何回も引退してえ。一回引退するわけよ、やっぱり。売れない、売れないからよ。うん、ただ戻ってくるってこと。そうそう、でも企画もんにね、はい、出るってなると。うん、やっぱり。割が単体だと、ちゃ、若干ギャラ高い。うん、そう、だから、そういうので、企画もんだったら。ね、抱き合わせだから。はいうん、ギャラが減るわけよ。 そんな、ね、体張ってやっ人前にね、うん、出る仕事でそんな安い金で働けないわって思って行くけどやっぱ仕事がなくて戻ってくる人ってそういう人いるんだそういう人探すのが好きあこの人あの人じゃんそうそうそうででも俺,俺引くほど B 線だからそ <laughs> うなの単体女優じゃ燃えないっていう悪い性癖持ってるからへ<ー> <laughs> のじゃあその素人っぽく出てる人たちの方がきったねえやつを探すっていうね。すげえ可哀すげえ大変なんだよいやわからん。わからんけど今テンション超上がってるどれだけの人数のエブジョイルか知ってる？マジで。わかんないわかんない。大変よマジで。やだこの空間。この空間本当にやだ。 年間、年間、年間、あの、表に出てる、行方不明者より多いぜ、AV 女優。そんなにそうそう。多いぜ、AV 女優の方が絶対多い。AV 女優は年々増えてくから、大変なのよ。なんでそんな増えるんだろうね。いやいや、まあ、いいなね。でも、AV 女優でもかっこいいなって思う人とかいるよ。 あ男のあ女優小沢まりやさんとか言った名言とか私は世の男たちを魅了するためにエブ界に入ったみたいな人とかもいるから北海道から出てきてよ、うん、すごいハーフの方でね。いんだ めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗な人も<ー>いろんなもん出てるけどだ俺も本当に引くのが最近30でもさ <laughs> 全然話が止まらない <laughs> 同い年ぐらいの AV 女優が「塾女もに出てるのがショックなわけ、うん、<う>あ,あもう熟女なんだうじゃあ塾女ってまずまず俺,<ー>俺ですら塾女ためのやつ塾女だと思って打艦しなうんそれを誰あてに、ね、メッセージ性、ね、残して送ってるのか分からない 昔若いのも今30超えたら塾女門に出てるわけよええー、そうもうそんな下手したら、えー、そう下手したらね浅見ゆまちゃんとか地形も今塾序門に入っちゃうわけよいやうんって言えないわかんないよ浅見ゆまさん恵比寿松かつって知らないえびじゅうが作っつあの,つあの集ったあの吉田明穂さんとかえー、っとティ,ナティナ、えーナ柚月っていうのは改め 名前なんゆずきっていうのは改めえーっと <laughs> いっぱいいるわけ有名なエブジューが、ね、ーその人たちが作ってるお、ねうん、音楽ユニットじゃないけど、うん、番組から派生したアイドルみたいなのいるんだけど <laughs> その人たちすらもちょっと年食ってきてるって言われてるわけ全然わかんないもうよも世も末だなと思って <laughs> いやもうそうそうそう 俺、うん、ひどいとき検索キーワードだから、あえていそじで検索するときはも50歳代で。<laughs> ひどい。<laughs> 塾上で検索したら、塾上で検索したら、異常な量が出てきて、膨 <laughs> <ー>大な量出てきて、いや、どれが塾じゃんって思って。同世代もいるんですか<で>って。クリックしてみたら、うん、全然若いわけ。うん、嘘でしょって、こんなん塾じゃん。 こんな、何歳のじゃあ、まず、熟女がね、熟女が父に貼りがあったらダメでしょ、まず。そんな今、熟女の方々が通っていくのを見据えながら言わないでいやでも本当に。固くさあ、貼りない。ダメダメダメ。ダメダメ。電波通して言っちゃダメだから貼りないって。もう本当に、もう、ああ、もう、今の方々、女ですね。そうそう。ダメです。分類としてね、女です。はい、CM です。はい。 ちょっと私今どうしたらいいかわからない雰囲気になっちゃうじゃあじゃあだからねやっぱ男のロマンをなんかちょっと変わってくるのはねちょっと悲しいなっていうのがあっていっぱいいたわけだってもうだってね関さんもう俺も多分そこら辺の二十歳に比べたらたくさんの作品を見て生きてきてるわけ映画評論家みたいな言い方中学生って とかが今 AV 見て興奮してる子たちからしたら、はい、俺とかはもうピ,ーあピコじゃんおすぎと同じ位置にいるから今映画評論家そうそうそう AV 評論家そう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 この人すぎだ間違いないとまあでも中学生とかから見た37歳って塾長ってこと いやそりゃそうでしょうだってじゃあもう中学生とかを対象に作ってるってことその熟呪文はでもやっぱり次世代を担うために作品作っていかないといけないから <laughs> そこまで考えてるそうそうそう <laughs> 大変だね <laughs> だって一番最初に、はい、これ本当かどうかはね、うん、怪しいけど一番最初に、うん、あのー、作られたその AV エロビデオっていうのって選択肢ケちゃんだからはい

うん、さんはわかるいやそのティーバッグの女王で出てきた時ですからねうそうそうそう,そうでもよかもうわかんない AV に関してはもう何も女優さんとか言われてもわかんないじゃじゃそれはちゃんとはい、はい はい、戻ってまいりました。ハイ、はいはい、ビスカスパーティーのナイト5です。はい、は,いはい、では、コメントじゃなくて、なんだっけメール、ね。メールか。はい、<laughs> メールが来てるようなので読みましょう。はい、あゆみさんから来てます。こらおっぱいの話ばっかりするなーってことで。いやー、今、あゆみね、めちゃくちゃ巨人になってるからね。あー、そうね。 ちょっとだけ映画もらっても全然足りると思うんだよね。いやももうで二重の人とかもなんかいいなって思うもん。二重を一つもらいたいといかあゆみもやっぱ、うん、ゆかもそうなんだけど俺同期で、はい、まあ仲良くしてるしあゆ、うん、みなんて年近いからあれなんだけど、はい、すげえやっぱボディタッチ俺するじゃない、うん、でたまに あやみ女の声出す時あるわけ。だってもともと女性だもん <laughs>。私健人だからもう全然何も感じないみたいなこと言っといてて <laughs>、うん、ふとした時にガッってやったら、うん、っていう声をたまに出してある。<laughs> <laughs> ちっちゃくちっちっゃああみたいな時ってあるわけあ,あるらしいですねでこの前、あのー、ゆかとかもあゆみもそうだけどスカート履いてたらめくるっていうのがやっぱね、うん、俺そうその中であゆみパーッてめくったらパンティー取った時は <laughs> あってなったわあって <laughs> 2人ともわっ人ともわっってなってあ <laughs> っ白いストッキングかなんかパンツ履いてたんだけどくっきりパンティーがい <laughs> わーってなったこと <laughs> それは普通だから <laughs> めくってるパンツからなそれは普通わーっていつも履いてるんだけどその時たまたま履いてなくて、うん、お,お互いわーってなったいやそういうことあるよ学生の時もあったもんそういうこといや,いやわーってなったねう,うんっ,っ3超えたおばさんのパンティーを俺めくってみると思ってんから <laughs> <laughs> 気遣いやと思っていやいやこっちが いや,いや <laughs> 本当にね <laughs> もそもそもめくらなければいい話だからかそれはじゃあ俺フリッかなって思うけど、うん、芸人がスカートはいて女芸人がスカートはいてめくってくださいの際に見えるじゃんいやじゃあジュガとかエミさんはあれは一生だから仕方ないいやいやいや、ね、ブレーキランプ5回点滅と一緒でしょあんなもん愛してるのかそう,そう,そう <laughs> どうぞじゃないよあな一緒でしょ <laughs> いやじゃもうズボンに直しますよいやいやほんとにね <laughs> ズボンズボンで、ね、あでもあゆみさんからメールくれたら嬉しいね,ね<え>ありがとう,あ,がとういあゆみさん、ね、まだ聞いてくれてんのかなちょっとツイキャスもねあのたくさん。 めっちゃたまってるので呼んでみましょう。もんちチさ,ん,おなじおさなん、おなじみのお二人半、こんばんちゃ、はいはい、そしておやすみ、ゆかさん大好き、ありがとうございます。はははえっと、まんちゃライブ行くこうとにしたよ、おチケットまだだから25日に会えた人から買おうと思うよということで、まんちゃまんちゃ、7月14日に、私んちライバルなんで見てください、ね。感想だけ教えてください。お願いします。で、しげるさんが、先週見れてないから、今週はがんみだわってことで、<ー>と、なぎささんが、えとうさん、優しいあ。優しいってどういうことなのかな。 ええブラジャーもららるかあ、違うよね。えっとオムニバスは名前載ってないし企画上は探しづらいってことでシエさんがね。よくわかるこの世代は絶対わかるわけよ。全然わかんない絵がもうほにさっきついていけなかったもん。江藤さん詳しいなっつって。いやテンションだけ上がったのは分かったけどもう絵本当にあにうなずくことしかできなかったさっき絵は 一旦は通るもんだからねだから、はい、多分エロ本で言ったらエンジェルとか友人って書いて遊び人って書いてね、えー、遊び人って書いて友人って読う伝説的なエロ本を書く人がいたわけよへえ、うん、そう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 いう人がねいるわけ、えー、もう全然「もうへ」とか「は」とかしか言えない本当に分かんない年代的には分かる若い子には全然分からないじゃあ AKB ファンさんとかりさんとかはまあ全然分かって,っ,ってくれると思うよあわやさん、えー、ゆかさん父の日お寿司食べるのなら八重洲シティの鮮魚のお寿司買ってって 2日前に注文したら普通に買うよ安くで買えるよああ情報ありがとうじゃあね八重瀬町に知り合いがたくさんいるから宣伝をしときますはいお願いしますありがとうまあねはいえっとしげるさん恵比寿マツカツマスカツさっき言ってたやつねほら青い空さんでしげるさんがかんの？うそ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 うんうそ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 う ロレンジオライらグレイテンション上がってゆズキティナっていう伝説的なエブジョイがいてすぐ引退したんだけどリオでまた戻ってきてゆズキティナっていうえっと俺の趣味はレズモノとマジックミラーゴーとエステマッサージュリネあのねわかるわでもレズモノは俺は見ないんだけどエステマッサージ系はわかるエステ 悪徳マッサージ師っていうシリーズがいっぱいあるわけそれが好きだって言ってるわけマジックミラー号マジックミラー号なんてソフトオンデマンドでしょマジックミラー号ってあれでしょそのこの辺に止まってる車の中でやってるってそうそうであっち側から見えないけどこっち側から見えてる俺知り合いにさソフトオンデマンドに一緒に働いてた昔ねソフトオンデマンドのプロデューサーに移った人がいてたまに一緒に飲んで たりし,してたんだけどうん、うん、やっぱり現場に何回も行くと、はい、あそこ立たなくなるってそのプレー見せてもああのー、そうそうそうもうスーッて、えー、普通ってでそれを、うんあのー、一番もうおかしくなってるとうん、うん、そのあそこがはいもうどの現場に行っても立たないと。 もうだって日常で見てるからセックスしてるのが当たり前みたいなので全然立たないとちょっとおかしくなってるうちょっとおかしくなってると「でいつ立つんですか?」って言ったら面接時って言ってた「ねほりはほり聞いてる時が一番興奮する」ってこの子がどういうプレイするんだろうという人生経験歩んできたんだろうっていう時が一番興奮するええ一番最初だけしか興奮しないんだで「ンガを作った人って あの世の中って、うん、たくさんいろんな日本あの世界一決めるじゃない競技でヨーロッパだったと思うんだけど、はい、天下作ってる、うん、その会社の、はい、偉い人だと思うんだけどうん、うん、名前忘れたけど、うん、あのその人世界大会でオナリーで、うん、どれだけし勃起をさせてしこり続けていかないかっていう競技で1位取った人なん、ね、何その競技？そう いろんな飛距離も競う競技もあるわけ何の飛距離あの射程とか <laughs> いっぱいあるわけ <laughs> 競技陣がいっぱいあって世界一を決める大会っていろんなのがあるのよ世の中ってやばいねそうそうそうなんでそれを開催しようとしたのかな いいやいやそれってだ,<や>だってじゃあ逆に言うけど沖縄市でささくらんぼの種を飛ばす飛距離の競技があるのと一緒でしょそうだねなんか開催するよねそう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 そ一緒じゃないよ。じゃだから発想は一緒じゃん <laughs> じゃ何かをやりました例えば喋り続けて何時間、うん、だってこれだって競えるわけでしょ、うん、だから息止めるだけでも勝負になるわけだからさなる、ねうん 潜った距離でも勝負になるわけどそうそうそう意味わかんないでしょ潜った距離って命かけてやることじゃないそうそうそうでもそれをやる人って真剣にやる人って世の中にいっぱいいるわけよ理解できないじゃんこれのために何時間も費やして練習してっていう人もいるそれ言うんだったら俺なんて本当にいまだにマラソンの意味分かってないよ走るだけの距離なぜって思うじゃんでもそれに命かける人っていくらでもいるからいいるるだからそういうのって別にねいい悪いじゃなくて それに取り組む人がこれだけいるよっていう <laughs> なんかとってもいいことに聞こえるねこの距離大会射線、うん、距離大会そうそういっぱいあるから、うん、調べたらいっぱい出てくるよ世界エントリーする人どういう気持ちでやってんだろういや負けたくないでしょだって <laughs> 俺はいけるぜっていう気持ちでしか行かないでしょだってななんかさ「いやいいやいやいやじゃあそれだったらボディービルの大会って、うん、わあ見て射線記録 え5 7 9ルセンチってことは6ル弱飛んでるってことですよねやばくないっすが世界一なんですか今のところそう1 0わずもうまあ俺は俺は一回あの相手の人を越したことあるよはあ女性を女性を どうやっと？こうしたことあるよヒュッてヒュッてそう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 てこそうそうあるい日こ多分ね意外といけますよ6 0ンチだったら意外と俺は多分上半身超えてるから今日なんか今日クラクラするあのあの角度によるんだけどバッてやってバンって乗せた時に反ってるから パッて言って、こう言ったときに、俺もどうしていいかわからないから、とりあえず、ファーって叫んだ。<laughs> いや、ゴルフと一緒なの。じゃあ、というか、ちょっと今日、今日ついてる。ファーって言ったもんね。とごまかそうと思って。ただ今日分かることは、江藤さんと正規さんがちょテンション上がってるってことはわかる。いや、いろんな、いろんな大会あるからね、そう。 いやテンションだってシゲルたちもテンション上がってるじゃんいしげそうだねシゲルさんも年代だからしかもおいさんたち何が一番テンション上がるか知ってるかこういうクソみたいな話をゆかみたいな子に聞かしてるっていうのが興奮するだけだよやややばばばいいいいいはあっ母さんが「ゆかさん頑張れ」って言ってくれた。 本当に今日、裏付くことしかできないしか今日バイバイで終わるみたいなので今日はありがとうございましたのツイキャスの方は終わってからちゃんと読むのでちょっと江藤がちょっと暴走しすぎて周り巻き込んだっていう。 今日は私はちょっと…秒秒ですか5秒 …5 秒歩かないくらいなんでいや、全然大丈夫ですこういうことあるんですねやっぱこの目標日らしいこのね、終り方がねそうそうそうテンション上がるよねしげるさんがちゃんとエンディング考えろよってそうそうエンディング考えようエンディングどうするっていうか、あの… 俺がびっくりしてんのもう1時間終わるんだと思ってそういや <laughs> でもその今日はもう40分ぐらいうんとかあーとかしか言えてなかったよごめんごめんちょっと久しぶりに来て興奮しちゃった<笑><笑>今日は話難かしかったえの悪いとこ全面に出ちゃってるよね <laughs> 今日ねえとを暴走しすぎやろうって AKB さんが言ってますよいやもうねみんな別に この人たちエンディング期待してないでしょあの毎回綺麗にエンディングいけないからね。おっしゃ、じゃあ皆さん、開けた瞬間に。バイバイって言うので、バイバイって言ってください。ある?。どうするじゃ、あ伊藤さん。いや、もう全然。エンディング考えろよ。エンディングね。いや、本当に。エンディング聞く気なし。聞く気ない。はい、はい、はい。 <laughs> <laughs> あっ、急に始まった。こんな、こんな雑なね、はい。えっと、そな終わるので <laughs> あの、皆さん、今日も最後までありがとうございました。それではまた来週。はまた。<laughs> <laughs>